パリはモネのスイレンのあの美術館、たまたま行きまして、いやーこれ素晴らしいなと、ぜひこれを日本でもやりたいねと、その感激をそれをそのまま日本へ持ってきて上野の森美術館で展示しようと、そんなことが起こったんですかね。まあその時に、まあ、仲間の皆さん何人かをお誘いして、それで展覧会をやることになりました。いい仲間ですね、本当ね。もう若い時からずっとご一緒してきましたから、書に対する見方考え方は多分みんな違うと思いますね。個性派ですから、なかなかみんな譲らないで、なかなか頑固なところがありましてね。でもそれがいいんですよね。そのお互いの違いをね、違うところを認め合うという、これはねすごくいいことだと思うんですよ。谷川俊太郎さんのこの詩は、俊太郎先生の18歳頃の処女作らしいですね。こういろんなことをこうお考えになって、いろんな気持ちを込めて作ってらっしゃるんだなということが伺えるんですけど、すごく難しいですね、理解するのにね。本当にこういうような解釈でいいのかどうかなんて思う、この作品を作るときにはあまり理屈にこだわらずに思い切ってね、字をかっこよく見せようなんて考えずに、思い切ってリズムに乗って書いていって、なんか宇宙の中で遊んでるんだみたいな気持ちで書いていって、ただ自分は今ここにしっかりと大事に足をじっと踏ん張って、これもやっぱりしっかり意識して書いていけたらいいかなと。ストレートでね、なんとなく純な感じがしますよね。80歳のねおじいさんがその若者の気持ちを汲んで、なんか挑戦するみたいな気持ちで、割と純なんですよ。スケールの大きな、ね、宇宙を歌っているその詩に、私も万年青年が挑戦してみようというような気持ちで書いてみたんです。蔦和が九州福岡の方で、ね、作ってる人がいて、それでちょっとたまたま知ってる人が取り出して、すごいでしょ。気合い入れてね、頑張って書いてるみたいです。はい、ぜひ見てください。楽しみにしています。はい。ありがとうございました。